はい、おはようございます。かりゆしりゅうじんです。朝っぱらからまあなんかいい、ね、動画出そうかなと思ってるんですけど、まあ日曜日っていうことなんですけどね。はい。いやー、まあなんかちょっと眠いかな。眠そこまで、まあ、目が覚めたばっかりなのであれなんですけど、はい。ね、あ、まあ本当になんか、ごめんなさいね、はい。声だけで話そうかなと思ってるんですけどね。まあなんか昨日ぐらいですね、あの夜からですかね、あのオールスター感謝祭やってたみたいなんですけど、僕はあんまり見てなかったのであれなんですけど、はい。まあ小田裕二さんとかも来てたみたいですね。あ、まあなんか踊る大捜査線もねやってたみたいですからね、あのパート2のやつやってたみたいで、昨日はなんかテレビちょっと盛り上がってたみたいな感じですね。まあなんかオールスター感謝祭の話に戻るんですけど、あのオールスあごめんなさいオールスター感謝祭の後なんかあのゴーヤ祭、これ後野菜っていうのかな、まあゴーヤ祭でいいかな。はい、あのまあいいや、ちょっとあんまりちょっとあれなんですけど、漢字ちょっとあの読めない方なので、まあその夜中やぐらいやってたみたいなんですけど、そのゴーヤ祭ね、はい、なんか有吉さんが MC でやってたみたいなんですけど、なんかふーちゃん見てるって思ってたみたいなんですね。それで、そしてまあイハサットってわけではないと思うんですけど、あれね、まあみんなが受けてたっていう感じなんですけど、そしてやすこさんいるじゃないですか、昨日なんか出てたみたいで、それでなんか言わされてて、ふーちゃん見てるって言ってるんですね。はい、まあね、見てるのかな、ふわちゃん。見てるのかな、見てなかったのかな。はい。まあ、最近ふわちゃんね、あれでやれかし、やすこさんの件でやれかしてましたけど、もうあれ1ヶ月以上も経つんですね。いやー、早く感じるな。なんか、ふわちゃん何かやらかしたのかな、またやらかしたのかなと思ったら、そういうあのオールスター感謝祭のあれだったんですね。はい。まあふわちゃん消しゴムマジックで本当に消されてるような感じですね。はあ、朝っぱらから動画出すのもあれですけどね。はい。まあ今回の話はですね、ふわちゃん、あの、じゃあ、あの、オールスター感謝祭、ゴーヤ祭って言うんですけど、有吉さんに、ふわちゃん見てるって、言っていて、ことについてるね、お話でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。